こんにちは、長官です。今日は釣りではありません。時計を磨いてみたいと思います。その時計が、こちらです。ちょっと見えづらいですけども、セイコー5スポーツのダイバーウォッチです。この時計の裏蓋、ちょっと分かりづらいですかね。この辺が、だいぶ傷が入ってしまっています。で、今日はこの傷を、できるだけ消して綺麗に磨いてみようと思います。で、その磨くものなんですが、こちら、ケープホットメタルポリシングクロスというものです。インターネットの方でレビューが良かったんで、使ってみようと思いました。で、裏側に使い方なども書いてあります。では早速やってみます。それではまずベルトを外します。時計の表側にはセロテープを貼ってあります。ではケープコットの方を開けていきます。こんな感じのものですね。かなり油でベタベタしています。こちらを適当な大きさにまず切ります。あまり力を入れずにということなので、軽く当てて磨いてみます。こんなに黒くなりますね。削れてるということでしょうか。
深い傷はだいぶ目立たなくなりましたね。深い傷は無理ですね、やっぱり。だいぶでも綺麗になりました。どうでしょう。というわけで、時計を磨いてみました。だいぶ綺麗になりました。少し磨いただけなんですけど、簡単に細かい傷は消えました。深い傷や大きい傷はちょっと無理ですけども、だいぶ綺麗になりましたね。このケープコットなかなかいいものだと思います。他にもまだ傷がついた時計があるので、また次回磨いてみたいと思います。それでは。